これいいですね。そうですね、やっぱり壁掛けのダース一番気になるところって多分音やと思うんですよね。やっぱその特にマンション住まいの人とかね、一番やっぱお隣さんがいてるわけだから、そこが気になると思うんですよね。だからそういう意味でやったらもう音も抑えてくれてるんでね、全然いい感じやなと思いますね。でスパイダーとセグメントの間の厚みがやっぱ少ないから、抜き心地っていうのもより本番の機械に近いなっていうのはありますね。家庭の中にあってちょっといつも店で投げてる慣れ親しんだ音っていうんですか、いつも店行って投げる、大会行って投げるっていう音が楽しめるわけですよね。まあ僕としてはすごいありがたいですよね。これ企画はもう試合用と一緒ですよね。同じ企画のもんを家の中で投げれるっていうのは僕はありがたいですよ。これがあればね、より楽しいダーツライフを送っていただけると思うんで、ダーツライブ 100S、ぜひ使ってみてください。